今回は簡単にできる鶏肉のチリソースの作り方を紹介します。家庭でも簡単に作れるように、普通のフライパンで焼いた鶏肉にタレを絡めるだけで作れます。さらに鶏肉はプリプリで、中は柔らかくジューシーに仕上がります。それでは作っていきましょう。まずは鶏胸肉を1枚用意します。皮や脂肪分などを取り除きます。しっかりと脂肪などを取り除くことで、臭みが残らない美味しい鶏肉に仕上がります。真ん中から左側の肉質が違う部分を縦に包丁を入れ切り離します。その切り離した側面に軟骨や筋のようなものがついているので取り除きます。大きめの鶏肉の方を横から半分に開いて切り分けます。それを食べやすい大きさにそぎ切りしていきます。斜めに切ることで肉の火の通りが早く柔らかく仕上げることができます。ですが、このようにカットするのが難しいようでしたら、ぶつ切りにして袋などに入れて上から綿棒などで叩き繊維を壊すことをしてもいいでしょう。そうすれば包丁が苦手な方でも柔らかく仕上げることができますよ。これで鶏肉1枚分が用意できました。鶏肉に下味をつけます。塩を一つさらに入れ、胡椒を軽く振りかけます。紹興酒または酒を少量入れます。肉に吸わせるようにして揉み込みます。卵2分の1個を入れ、鶏肉に含ませるように揉み込みます。卵が入ることにより鶏肉に水分が含まれていき、表面がプリッとして中は柔らかに仕上がります。片栗粉大さじ2を2回に分けて入れ、鶏肉と絡め表面にしっかりとコーティングします。こうすることで肉の旨味や水分を閉じ込めてくれ、さらにタレも絡みやすくなります。最後に大さじ1の油を入れ、肉の剥がれを良くしておきます。チリソースを作ります。ケチャップ大さじ4を用意します。水大さじ2、紹興酒または酒を大さじ2入れます。醤油1滴と砂糖小さじ1、豆板醤小さじ2分の1を入れます。しっかりと混ぜておきます。材料は生姜大さじ1、にんにく大さじ1、ネギ大さじ2、あればしそをみじん切りにして用意します。鶏胸肉1枚とチリソースです。フライパンに火をつけ温めておきます。火は最後まで中火で作っていきます。油を大さじ1入れ、よくなじませます。鶏肉を入れ焼いていきます。鶏肉をフライパン全体に広げていきます。
肉を広げたら、そのまま表面を焼いていきます。だいたいここから片面を2分を目安に焼いていきます。このくらい周りが白くなり、中にうっすらピンクが残るくらいになったら、ひっくり返していきます。裏面は1分くらいを目安に焼きます。肉に箸を刺して火の通りを確認します。肉を刺したら弾力があり、中から濁った油などが出てこなければ OK です。焼けた肉は一旦取り出しておきます。フライパンに油を大さじ1足します。薬味を入れて炒めていきます。ネギ大さじ1と塩は残して後から入れます。油に薬味の香りを移すようにして炒めていきます。さらに大さじ1の冷たい油をプラスします。こうすることで薬味が焦げることがなく炒めることができます。油と薬味をフライパンの端に集め、軽く揚げるようにして香りを引き出します。このくらい炒めたらチリソースを入れます。チリソースも油になじませるように炒めていきます。しっかりと炒めていきます。ここでちゃんと炒めないとケチャップの酸味や酒のアルコール、豆板醤の生臭さなどが残るので注意です。よくタレと油を混ぜ合わせるように炒めます。そうしたら焼いた鶏肉を入れ絡めます。
残りのネギとシソを入れ絡めます。最後に入れることで香りが良くなります。皿に盛り付けます。ニンニク、生姜はおろしたものでもいいのですが、刻んだものを使うことで食感と香りが高く美味しくなります。さらに具材として役割もしっかりと感じることができるので、味の仕上がりも違ってきます。なのでできるだけ刻んだ薬味を使うのが美味しく作ることになります。今回は鶏肉のチリソースの作り方を紹介しました。エビよりもリーズナブルで手軽に作れるのでお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。